メキャラの年齢当てクイズ。アニメキャラって結構見た目と年齢にギャップがあるんですけど、それをクイズに出したいと思います。はい、1人目、アナゴさん。アナゴくんマスオさんがアナゴくんって言ってましたよね。そうですね、はい。20代だな、きっとくんって呼ばれるぐらいだから。20、じゃあ答えますよ。はい、5。惜しい、27で。マジで同い年だ。本当ですか？同い年。アナゴくんと同級生になっちゃうわ。どうですか、彼氏にアナゴさん。あ、ちょっとタイプではないかな。2人目、はい、野原みさえ。みさえも若いと思うよ。今日しんちゃんが5歳でしょ。で、多分その漫画って結構昔からあったじゃないですか。うちの親世代だから多分産むのも早い時期だと思うの。今は30代とか普通だけど、だからしんちゃんが5歳だから28。惜しい。惜しい。29歳。うわー、惜しいけど読みは合ってる。読みすごいですね。そんな論理的に攻めてくると思わなかったですね。バカにしてんのか。3人目、のびたまこ。のび太のお母さん。あ、のび太のお母さん。はい、のび太10歳だったはずだから、それもしかも昔の漫画だから、はい、例えば23で産んだとして33歳。ちょっと離れてますね。全然違う。産むのが遅かったですね。産むのが遅かった。晩婚だったんだ。38歳です。あ、そうなんだ。ちょっと障害した晩婚だったんだ。あ、じゃあちょっと焦り気味だったかもしれない。じゃあ4人目。はい。フグタサザエさん。あ、サザエさんはね、有名だよね。サザエ若かった気がする。めっちゃ若い気がする。だって弟が小学生でしょ。で、あれでしょ、タラちゃんだっけ。はい、タラちゃんが幼稚園入る前ぐらいなのかな。うん、だから24歳。お、正解。マジで？そう、多分すっごい若かった気がすんの。ああ、見えてね。24であの頭しかないよね。次いきます。はい。5人目、トニーチョッパー。あれに年齢があるの？あります。もう超不詳じゃん。チョッパーは。けど声がすっごい可愛いでしょ。けどなんかしっかり弾けるから6歳。正解は15歳です。何その中途半端なやつ。中3ぐらいですね。中3だったのか。学校行きなさいよって海賊やってない。次行きましょう。はい、マリオはね、ひげ生えてるからおじさんだよね。そうですね、マリオか。けどピーチが若そうだからなんだ、34歳。ああ、それはちょっとマリオに失礼かなって。嘘。マリオは26歳です。嘘でしょ。ああ、だからひげが悪いよね、あれ。次、最後です。はい。銭形警部。銭形警部、ルパン三世に出てくるやつ。はい、ルパンの年齢が警部が30後半で、ルパンが30前半みたいな。37歳。正解は29歳です。え？全然違います。嘘でしょ。全然当たんなかったですね。全然当たんなかった。印象に残ったのとかありますか？印象に残ったの？はい。いや、アナゴでしょ。タメじゃんと思って。もう追い抜かすけどね。確かにこっち年取ってきますもんね。そう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 。